あ、なんか、ゆちゃんのアイボケースいいね。まあ気に入ってるんだけどさ、うん、なんかここボロボロになってきてるし、ちょっと冬っぽいんだよね。あー、まあちょっと確かにね。じゃあ今日はそんなゆちゃんのためにウォーターアイボケースを作りましょう。それでは早速材料はこちら。クリアケース、クッキングシート、アイロン、iPhone ケース、ベビーオイル、着色料、ラメ、以上です。それではまずこちらのビニールケースを、まあ今回はね、2つ作るので、ちょっとまずは2つに分けていきますか。はい、じゃあこれやっちゃうのね。はい、そしたらまずは、うん、この iPhone ケースをね、こうやって当てて、うん、ペンでなぞります。次はね、ケースよりちょっと小さめで、さらにカメラの部分は避けて線を引いていきます。そしたらこれを切り取ります。そしたらこれをね、このさっきの切ったビニールケースのこの間に入れるの。この上からアイロンをすると、クッキングシートを入れたところ以外がくっつきます。はい、で、ここは空洞になるんだけども、このままだとさ、もう入れる場所がなくなっちゃうから、うん、まあ適当にクッキングシートをちょっと切って穴をね、そうそうそう、隙間を開けといてあげます。こんな感じでやっといてあげれば、まあここはくっつかずにここだけくっつくようになります。はい、これやり忘れたってことか。はい、そしたらアイロンを温めて、でクッキングシートをこちらのケースの下と上にかぶせて、さささっと、あんまりやりすぎるとね、ちょっと溶けすぎちゃうから、あ、冷えてたんですか。そうだね。あ、いいんじゃないですか。いいんじゃない。そしたら黒い枠に沿って切っていきます。はい、そしたらもうクッキングシートいらないので取り出します。はい、そしたらここからね、ベビーオイルと、はい、まあ、着色料とかを入れた水を入れていきます。はい、まず水に着色料入れようかな。私はね、うん、この湖とか海の上のひよこがぷかぷか浮いてるみたいにしようと思うから、青にする。ちょっとポップな感じにしようかな。おー、いいね。じゃあね、私のはもうこの水色のままいくんだけど、えっちゃんはなんかラメとか入れたり、まあいいね。よくあるよね、こういうやつ最近ね。そう、こういう感じのね、ラメ感ね、オーロラっぽい感じ、うん、いいね、いいね。はい、そしたら、じゃあ水をね、半分ぐらい入れていきましょう。半分ぐらい入れました。でね、私はね、ちょっとね、ひるちゃんね、これも折り紙をケースに挟んで作りました。かわいい。次はベビーオイルを入れてきます。おー、いつものやつだ。いい感じ、いい感じ。はい、こんぐらい入れられたら、最後ここもね、この中身が出ないように気をつけながらアイロンでくっつけていきます。はい、はい、こんな感じでね、全部ちゃんと閉じることができたら、最後に iPhone ケースに接着剤で留めていきます。はい、接着剤くっついたら、ちょっと今回は周りにこの銀のテープも貼ってみます。はい、テープも付け終わって、これでウォーターアイフォンケースの完成でーす。わー、かわいいね。いいね、めっちゃ夏っぽくない？夏っぽいね。クリアな感じとか、私の場合ラメ入れたからすごい夏って感じです、うん、ね。ということでね、まあ今結構流行ってるこういうウォーターアイフォンケースが、自分でもオリジナルのものができるので、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。それでは皆さん、この動画が面白かった、作ってみたいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録は？こちらから。